代劇に惹かれたきっかけとか。まあ、あの時代、私あのちっちゃい頃ってまだテレビが来るのが遅くて、映画館になんかね、あの昔東映の時代劇って中村錦之介とか大川橋蔵とかなんかそういうのやってた時に、近所のおじさん青年がなんか一人で行くのが寂しいので、小学生の私を連れて映画館に連れてってくれたんですよ。でその時なんかキャラメルかなんか買ってくれて、でそれで見てたのが東映の時代で、大川橋蔵とかあの辺の火消しのやつとかなんかそういうのをいっぱい見てて、なんか好きだったんですね。そこから入ってたのかね。なるほど。でなんか時代劇、まああと父親が割あの理数系の研究者だったんだけど、時代小説が好きで結構読んでたんですよね。でそれの影響で割と小説も読んでましたね。多分そうだね。それこそその時代物が好きになったのはあの頃の大河ドラマですよ、大河ドラマで歴史勉強してたみたいな感じがあるんですよね。あの国取物語とか天と地とかああいうのが大好きで結構見てたね。だから そういうのを見てたから割とあの、まあ、あの頃の大河って本当に しっかり作ってたじゃないですか。時代交渉的な部分を合わせて、それがなんか最近のやつが結構そのなんていうか女性視聴者を意識するようになってからなんか側室は持たないとか、それ違うだろうって感じになるんですよね。そこはどうしても、まあ、時代なんでしょうがないってしょうがないです。でもまあ小説はやっぱもちろんまあ最初は柴蓮とか読んでて、でやっぱ藤沢周平さんが好きで、あの結構いっぱいあの山本周五郎と藤沢周平さんの時代物を読んでましたね。海音寺長五郎もあの、はい、昔読んでました。あの南條則夫さんって言ったじゃないですか。南條さんがあの私の母親のいとこなんですよ。でなんか昔南條則夫さんとうちの母親を結婚させるみたいな話もあったらしくてでそれはあのまあ実現しなかったからもちろん私が生まれたんですけど、あのそのオール取った後に何かのパーティーで南條則夫さんまだあのご在命存命で、あのこんにちはって言って、私はあの和歌山いすゞの息子ですって言って、あそうですかってお会いしましたけど、はい、あの本当落ちこぼれなんですよ。あの小学中学生の頃とかってあの本だけはむっちゃくちゃなんかよあの読んでたんですよ。図書館あの学校の図書館で一番本読んでて、その代わり国語はできるんだけど、もう英語とか数学とか全然できないです。そうなんです。で中学ぐらいに、まあ、映画が好きになって、でちょうどニューシネマの頃なんですよね。で高校の時アメリカニューシネマにもう映画を結構たくさん見て見ました。でもあの頃にそのバンさんみたいにすぐ映画の世界に日芸に行くとかね、そういうの全然考えなかったですね。なんでだろう。多分あもうどっちかっていうと映画の世界で例えば映画評論とかね、あっちに行きたかったんでしょうね。多分淀町さんとか小木間のさんとか、
ね、あの双子さんとか、ね、やってます、はいはい、あの人たちの結構本とかいっぱい読んでて、で自分なんかねこの前出てきたんですよ、高校時代の映画ノートが、うん、でこう見た映画の感想がブワーって書いてるんですよ。逆にまあそれは構造を勉強したっていう部分にはなってるのかもしれないけど、だからあの頃もちろん当たり前だけど、あのビデオとかないじゃないですか、で明日に向かって打てとか、朝から行って、あれ2本立てがもう1本何だったかな、ロミオとジュリエットだったかな、でだから朝一番に行って見て、でロミオとジュリエット見て、また鹿児島の映画館で、で明日に向かって見て、でロミオとジュリエット見て、明日に向かって打てを3回見て、ロミオとジュリエット真ん中2回見て、夜帰ってくるんです、日曜日の朝から行ってサンドイッチ買って、入れ替え制じゃないから、うん、今考えると信じられないけど、そういう見方をしてましたよね、してましたね。メモ取ったりはしないから、いや、その頃は、うん、その頃はメモは取ってないけど、やっぱり覚えてるから、それで書く、感想を書くんですよね、好きな映画。だから明日に向かって打っては多分映画館で一番見てるんですよ、20回以上見てるんですよ。で、大学出てきて、なんで東京行きたかったのかっていうと、東京行くと名画座がいっぱいある、うん、あるんで、そこで行って、で高校の時は洋画しかほとんど邦画見てなかった、うん、大学来てから邦画に目覚めて見ましたね。で、その頃の邦画、その頃のだからサソリとか大好きだったんです、うん、サソリを何回も見たし、うん、あとはあいつ藤田貧八さん の、うん、文芸座のオールナイトとか、文芸座とかの仁義なき戦いを全部 見たりとかしましたし、藤田さんの明慶久美子とかの、うん、赤ちょうちんとか妹とか、あの辺をずっと追っかけてみて、何回も見ましたね。だからそうですね、それ、そうですね。で、深作さんのあれ見て、仁義の墓場を見て、そう、あれを鮮烈に、その頃なんかパブでバイトしてて、うん、なんか飲んで、電車なくなって、オールナイトの映画館に行って、仁義の墓場をやってて、珍味の墓場を見た時、寝ようと思ってたのに、なんだこの映画は。でも文芸座で、もちろん日ボタンもあの辺も健さんのやつとか見たんだけど、でも仁義なき墓場をなんかオールナイトで5本ぐらい見ると、1本目に松方弘樹さん死んでるのに途中で違う役で出て同じ顔じゃんとかって思って。で結構ぐちゃぐちゃ 5本見るともうぐちゃぐちゃになってくるんですよね、いろんな話が。そうですね、シナリオぐらい。でもその頃にやっぱシナリオが、だからまあ中島常白さんのその祭りの準備とかを見て、結構あこの人こういうの書いてるんだって意識したのかな。ね、で同年代だと中岡恭平さんとかが賞を取って、そうです、ね、帰らざる日々、はいはい、で中岡さんが一回品川さんなんか来たことあって、うん、で結構帰らざる日々は本当に僕大好きですよって言ったらすごい喜んでくれる、うん、大森さんもそうですよね、あの頃オレンジ急行エクスプレスだったんです、うん、木戸賞でそうです、うん、ちょうど出てきてそうね。そこからシナリオをちゃんと勉強しなくちゃ、勉強した方がすると入れるかもしれないと思ったんですかね、多分。